この動画はちょっと突っ込みどころまあ知識としてはまあ洗濯機でできるっていうのはああそうなんだって思うけど、まあ、本当にやろうと思ったらその洗濯機どうやって処分するそれをバラバラにしてどっか捨てるでも結局ああまあでも後にバラバラにして処分するとかもうきれに洗って捨てるとかそういうことをするって思ってんのかな でもそれで洗濯機を用意してそういう知識も知ってるって言ったらこれ確実に計画的な犯行ですからたまたまっていうことはないでしょそんな抜きができるかできないかということも関係があるのかもしれません2について切り分けた遺体の切り口がいいか4種類で3パターンがあったため 複数のの犯行の可能性も考えられます、ね、1, 1乱暴に手の甲を当てた切り口2鋭利な刃物で肉を切って骨を露出させてから切断した切り口3骨の一番元まですっきり切っている切り口4途中まで切って最後は力でへし折った切り口このように見ていくと複数でそれぞれのやり方で解体していったというようにも考えられますが 1一人の人間が解体していく過程で学習していったという可能性も捨てきれないのではないでしょうかつまり解体作業自体初めてなのでいろいろな方法を試行錯誤しながら自分にとって作業しやすく効率的な方法を見つけるための過程であるとも思えます以上のことからもわかりますように単独か複数かという決め手になるような証拠はありませんどちらにも考えられますので 可能性としてはゴブゴブなのですが今までのバラバラ殺人の切れ味を確かめてたんじゃないのあのねあーでもその部位が気になるねどの部位がギザギザになったのかだから最初は遺体から手を切断するわけじゃない手足を切断するっていうのは4か所なわけだよ結局ね 4箇所っていうのは切るときに血が出るわけだよ。その洗濯機を使った手法っていうふうなことなんだったらね。その切るときに血が出るわけ。だから切りづらいんじゃないかなっていうのが容易に予想できるわけじゃん。ね。でそこをどうやって切るのかって言ったらどうなんだろうね。 だからそれを切るんだったらもう強引にノコギリで切っていくしかないんじゃないってで最初のノコギリが先かな多分ね乱暴に行かないといけないからで選択した後今度はナイフで切って綺麗に切ろうと思ってやっていったらナイフの切れ味が悪くなってきたとナイフ切れねえってなってきてでノコギリでやっていったらノコギリ切れねえってまたなってきて最後の辺はぶち折ったりして 切り分けたっていいう風なな考え方が自然じゃないこれ <laughs> ね、まあ、複数っていうのもあるけどお前、まあ、やっとけよって一人がやっててもおかしくないものだしだってそんなもんさ肉とか切ってたらさ絶対その切れ味悪くなるじゃん油とかついてだから 切った部分からそう並べていったら順番になってるんじゃないんかなっていうような気がしないこともないそう油もあってナイフ切れ味悪くなって最初の辺はその肉を切ってその後骨を切断するっていったらナイフ絶対一番最初に切れなくなるからねでナイフ切れなくなったら次はノコギリでいくでしょもう鼻からでノコギリ切っていったらだんだんノコギリも油がついて切れ味が悪くなるから

いや家まで行って同行してなんかあれするっていうよりかもうそんなバラバラにした海捨てるだろお前ねえそんくらいの荷物クーラーボックスに入れて何とかするみたいなことできんだろお前あんだけバラバラにしてたらね,ねうん捨てるだろお前絶対バレんぞお前そんだけバラバラにして巻き絵にしてたら しかも沖の方だったらさなおさらわかんないでしょそんなもんそんなねしかもさ漁業関係者だったとして、まあ、肉屋とかだったとしてわざわざ現場近くに持っていかんだろうお前だからこれ身元が分かったのって結局現場の近くだってその現場の近くから 被害届が出てた捜索願いが出てたから見つかったわけじゃんだからこれ完全にそれ系統ではないよねそんな近くにあったところで解体したとしても絶対遠くに捨てるでしょだからこれなぜかっていうとこれが威嚇だからだよその、 2> 2号さん身元がが分かったら困る人が犯人犯だからバラバララなんでしょうだからその中国マフィアとかそういうマフィア系がまあ中国,中国かどうか分かんないけどその露天商やってるそのマフィア系の情報機関の人間が人間とのいざこざがあって間違えて殺してお前調子乗んなよっていうついでに威嚇で足とかを捨てたとかじゃないかな。あー 間違えたたけど威嚇で捨てあたあたい,、うん、いや間違えて殺しちゃったしゃあねえなあっていう感じだけどあの本人とかはあのー、それをさ殺しただけって言うんだったら相手に伝わらないじゃない、あのー、どういうことがあったのかっていうのが。だから本人その本人に分かるメッセージとして。 それをニュースにさせるようにあえて近くにしてたんじゃないかなって。うん、だとしたらこれは完全な威嚇ですよ。うん、もう見,せ見せしめですよこれは。じゃないと考えられないでしょう。 他どういうい考え方があるまあこれのようにねもう専門の知的とか洗濯機とかそういう漁業関係者とか肉屋とかいろいろ言ってるけどそれだったらなんでその何血抜きやら何やらをしてわざわざ現場付近に捨てるのいや現場付近には捨てんだろうって。 漁業関係者だったらもうそれはねあの海に出て捨てるでしょバレ本当にバレたくないんだったらそこまで徹底してあるんだよ血抜きしてバレないようにね削って洗濯機で洗うかなんかして血抜きもして腐らないように処理してだから腐らないように処理してたのは だからワンチャン頭部とかは相手の,とその揉めてたあの、まあまあ、暴力団体かなんか分かんないけどそっち系の露天商って言ったらもう暴力団だからその関西系の暴力団のところに送りつけようとしてたんじゃないかなその可能性もあるよねああ体とかね体と 頭だけ送ってんのかもしんないで途中で偽物って気づいて手と足捨てようぜっつってそんな感じじゃないかなのやり方で遺棄されていたようです梱包のやり方としては半透明のゴミ袋に遺体を入れて それを結び目でひっくり返しもう一度同じ袋で包みんで二重にする特殊な方法で結び方もほどけにくいように何度も結んで団子状に重ねていたとのことまた一番内側の袋は小さな穴のある水切り用の黒い袋に包まれてそれも漁師が使う特殊な方法で木爪に結ばれていたとのことこのようなことから漁業関係者もしくは 元関係者か釣りなどを趣味にしている人とも考えられるのではないでしょうかプロの反抗会ネットでいろいろ調べてみると軍事関係者前述の人違い説で関係している某国の情報機関による暗殺この事件の場合その可能性も捨てきれないと思います特に情報機関の関係者とトラブルになっていた人が被害者計算と非常に酷似し しかも同じ生活圏であることを考えれば、間違って被害に遭った可能性は否定できませんし、何よりも清掃員の中に、たまたま猫に餌をやること、を趣味にしている人がいたから、遺体が入った袋があることが発覚したのであって、そのような趣味の人がいなければ、他のゴミと一緒にしょ、これ絶対ねあの、処分されてないですよ。だって その一箇所だけじゃなくて何十箇所と同じゴミ袋が捨てられたわけだから一番初めにそれでパッて「なんだこれ」っつってしかもそれを仕分けしてたわけだからああ絶対に見つかってたからむしろその袋に入ってるだけのものを仕分けしないって。 どんな清掃業者なのって <laughs> 処分されていたのではないでしょうか何と言ってもほとんど手足しか見つからずに他の部分は行方不明となっているわけですからたまたまプロの犯行が発覚したとも考えられるのではないでしょうかもちろんもちろん以上です。こうやって見ていくと本当に普通に生活をしていて。 いきなり事件に巻き込まれてしまったという印象を持ちました、ね、じゃないとね、本当にただ本当本当にバレたくないならおかしい内容が多すぎるもんだって、これ。なんで近くにわざわざそんなさ、家に持って帰って血抜きまでして綺麗にしてバラバラに分けて。 なんんで近くに捨てるんってる <laughs> そこまでやっててなんで近くに捨てるんってならんこれまあ県外と点々は言い過ぎだとしても近くすぎるでしょ公園って。 例えばまあ近くの公園じゃなくて遠くの公園だとかそれは転々としてたら逆にバレやすいっていうのもあるかもしんないけど一番近くっていうのはないだろうっておかしくないって思うんだけど手を持って昇進してさあこれからという時に亡くなってしまったのは本当に残念だったと思います平和に何事もなく生活していてもある日突然 抗うことのできない力によって人生が思わぬ方向へ行ってしまうということもあるんだということに恐ろしさを感じました被害者の K さんは温厚な性格でおとなしく周りから信頼される人だったとのことこのような日本の社会に貢献するであろう真面目な人が被害に遭い早く亡くなってこの世に悪影響を及ぼす悪人が長生きしているんじゃないかって最近思うようになりました 最後に被害者計算でもこれ人間違いっていうのもあるけどワンチャン人間違いじゃないんじゃないっていうのもあるんだよね。だってこいつ多分捕まってるからねこの計算っていうの。じゃないと被害届が出た次の日に見つかってそれで DNA とかが一致するってね捜索願い出して1日でこう。 DNA 採取やら指紋採取やらするしないんじゃないかなの奥様の証言です事件の心当たりは全くありません夫婦仲も良かったしトラブルもなかったただ一つだけ警察の方から主人が寄り道をするところがあったのではないかということを聞かれました会社の人に送ってもらった時に途中で車を降りたことが23回あったそうなんです それは私の全然知らないことでした。場所は高井戸の方らしいのですが、それも頻繁にあったわけではなく、警察でもそれから先の足取りはわからなかったようです。今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。<coughs> これはあの今ある情報だけだったらおそらく威嚇ですねだから裏での抗争の一部をやっぱ日本では表に出さないようにはするんですよその暴力団関係者とかがそういうことにするにしても、まあ、この頃だったらそれができてた時代だからまだね あの絶対に表に出さないように処理するんですよ、うん。だからそれをわざわざ表に出してるっていうことはその組織関係であれば日本ではないですよ。うん、日本ではない。日本の常識で考え。 られるような内容ではないバラバラにしたりとか首を送りつけたりとかはしないでしょ日本はそれで言うんだったら俺これは海外とかもう本当に中国あたりの中国マフィアあたりがやりそうな感じの香港とかねそのあたりの人間がやりそうな事件ではある ね創作願いもうでもまあ多分一級建築士っていうことはあでも会社勤めだったわけだから会社から電話があって連絡つかない電話もつながらない状態だから。 創作願いを出したまあおかしくはないでも、はあ、ワンチャン脅されてたのかもしんないね余計なこと言うなっつって <laughs> うん創作願いを出せっていう風な形で いやでもおかしくはないじゃないのかあーだから軽めにちょっと見つからないんですあの連絡はつかないでも1日で会社から電話が家にあっていないあの起きてないんだけどどうしてるって聞かれたとしたら まあ、創作願い出してもおかしくないんかな。あまあ、確かに出してもおかしくないわ。うん、そっかはまだ分かんないやっぱ、やっぱ、そうなると、間違って殺したけど、まあ、いいや、威嚇に使えるからっていう感じじゃないかな、やっぱりね。そこに落ち着くと思う。あ僕の見解としてはね。 じゃないともう話が成り立たないですよそれ以外はうん本当にそれ以外はないよねないと思うんだけどな絶対そうそれだけだと思うんだけどまあそういう話でしょう多分まあそんな感じかな ああまたこんな感じでね未解決事件っていうのを僕目線でいろいろね、まあ、最近流行ってるみたいなんでね <laughs> ああ、まあ、どうだったかな結構納得いかないそれで、うん、ちょっとねあとね、まあ、皆様方にあのお願いなんですけどあの非常に申し訳ないんですけどあの まあ、たまにでいいんで、あの延長代ください <laughs>。これ、延長アイテム、自分で買えないんですよね、うんチケットね。でも、僕も今日とかも延長したかったし、延長代分だけでいいんでね、あの <laughs>、いただけると非常にありがたいです。それ以上はいらないんで、あの <laughs>、なんかあの、 まあ、こじってる、てかもう、こじってるが自分、あ,あ自分で買う。まあ、あ,あ、なんかあの、無料で当たったアイテムとかをね、たまに放ってくれると嬉しいです。ちょっともう、僕も延長したいです。それチケットもらった時だけやってもいいかな。ああ。ちょっとね、つねちゃんさんいありがとうございます。 ちょっとね、延長代とかがちょっと、最近ね、切実に欲しい。<laughs> マジ足りないんですよ。もう延長をね。ありがとんんししうございます。もうそれで十分です。これで。もっと聞きたいあ。ありがとうございます。ちょっと本当ありがとうございます。申し訳ない。ちょっと今までね、こじらないをもっとにやってきたんですけど、あのー、 延長代だけ欲しいです切実にこれで1回は延長できるんで次回明日はできるかどうかわかんないけど明日はできるかどうか明日できるかなあもう大丈夫っすよありがとうございます100個もこれで1回1 2回ぐらい延長できるのかなあっ1回1今俺ポイント何ポイントあんの 今日はまあもうちょっと終わりますけどちょっと僕明日早いんでまたああ,あできる2回延長できるんでまたこの1つの動画を見ながらなんかツッコミどころがあったらツッコんでいくみたいなねありがとうございますちょっと無料のアイ無料であの本当に無料でねあの当たったアイテムとかあのビギナーのところに行った当たりますんで あのひよことか投げたら当たると思いますんでね、あのー、そういうものがあったらねぜひいただければあのー、まあちょっとね未解決事件っていっても僕はあのにわかなんでねただあのこういう動画になんかなんかおかしくないってツッコミを入れることしかできないぐらいのにわかなんですけど、えー、ただね まあ僕目線でいやおかしくないっていう部分はどんどん突っ込んでいこうかなとで一応ねそれに関する結論みたいなものを,、ね、をあ,ありがとうございますメ,メガホンってメガホンじゃ延長できないかもしれないありがとうございます来ていただいてちょっと今終わっちゃったんですけど結局この井の頭公園の事件っていうのはあのー、まあね 中国マフィアの仕業ってことになりました <laughs> 中国マフィアの仕業ってことになりました一応ねこれ公開で保存しておきますんでねうんスライスじゃなくてまあ2 2ンチから2 4ンチに等間隔に切られてたってやついやもう一回ってあの ちゃんと録,画録画ありますんでね普通に録画公開してますんであの、うん、動画見ながらねその動画の動画にすごい突っ込んでた。 ねえ。延長、延長あの今もうね、なんかね、2号さんいやもうこれで今日ちょっと寝るんで、あですみません、あのきょ今,今日寝させてください、またちょっとね、あの利用して、次回ちょっと、あどうしようかな、ちょっとまだ明日がちょっと早いんですよ、僕、あした市場なんで。<laughs> あー メガホンあれこれうさぎ番長じゃんあ間違えた。あ、ごめんなさい。ちょ、名前言っちゃった。ありがとうございます、メガホン。ちな名前言っちゃった。<laughs> うちゃ。あの、三号さん、ほんとにメガホンありがとうございます。<laughs> ちょ間違えた。<laughs> 言うんです。あの、すいません。あのー、ごめんなさい、うさぎ番長。 あのちょっと <laughs> あのあのうんありがとうメガホン <laughs> あのちょっと歩きは多分あんまりなかったねいやパッて見たらさう,たうさぎ番長だったんだもんだってねパッてこう見るでしょほら メガホンこあの他のは違う人なんでね見えせれないですけどメガホン見たらうさぎ番長だったこれうさぎ番長ありがとうございますあっそれは録画で見てくれああのさしてほしい人はねぜひ言ってくださいねさていてあのもう一人の方晒らさなくてもいいですか <laughs> 晒して欲しいんだったら全然晒しますけどあの晒してもいいよっていう方はね晒してって言ってくれたらいいですからあのもうね本当にねあこいつ晒していいなって言ったら晒しますけど、うん、あの知らない人とかあんまり名前聞いたことない人は極力晒さないようにねしますんでね、えー 私も晒してっていう人はねぜひ言ってください <laughs> いいですかもう一度晒さなくても大丈夫ねこのちょっとこれ,これ誰だおおだこれこれ誰だろうマジではいわかりました 絶対言わないでっつっつてるここれ何これちょっと待って待って待って、むっちゃ高い、むっちゃ増えたんだけど、これ10回延長できるわ、これで。あ、はい、わかりました。ちょっと。いや、あの、別にアイテム投げて言わないでって言わなくていいからね。あの、普通に、普通に言わないでって言ったら言わないから。しかもそれめっちゃ高いやつじゃん、なんかわかんないけど。

損死じゃないよ、ね、おいお前ちょっとあの俺ダメよガムガムちょっとあんま言わないで俺ちょっとポロッと言っちゃったりするからえそうなのあでも俺フォローしてるわ。 あ、でもそうか、俺フォローしてくれてるからフォローしてんのか 2> 船二号さん、ロケットは配信者しか投げられないあ、そうなんそうか船一号さん、五十六さん、おやすみはい、どうもおやすみなさい僕ももうこれからお風呂入って寝ます船三号さんってことでね ってことでなにちょっとうさぎ番長ね今度ねあの水着配信お願いしますえ、ね、ちょっとね水着配信お願いします <laughs>、ね、僕あのミラーするんであの水着配信あはいありがとうございます